ったわ。どうしたん、どうしたん。いや、待って。いや、今日さ、その俺と俺の喫茶店トークでさ、ジャンスとさ、高崎が心出てくれた時にそう、ね、お互いの話してたから、はい、もう一緒に撮った方がいいかなと思ってさ。いや、戦わすな、俺と。戦わせるつもりなんだけど、なんか戦ってるから君たちが。まあそれだったらもう一緒に撮っちゃった方がいいかなと思って、うん、今日ちょっとさ、家に来てジャンスも来てもらったんだけど、そのやる気なさすぎるだろ、ジャンスが。ジャンスがちょっと無理ジャンスがちょっともう今動画に来てるよ、すいません来てくれ映れない状態になってる今。その鳥山がなんかその変なこと言ったからでしょ、それは。俺がそのね、他の YouTube の生配信でね、おこだしゃべりっていう生配信でね、うん、なんかジャンスとの出来事をちょっと話したんだよ、はいはい、ジャンスのちょっとなんか、うん、傍若無人な立ち振る舞いみたいな、うん、大暴れしてんさあいつみたいな、うん、話をしたらなんかその、うん、アンチまでも言ってないけどな。2件3件とかでしょ。パフォーマンスピエロです、僕は。信じてください、ピエロなんです。動画回ってるから顔出そう。マジ切ってくれ動画。もっと元気で、もっと出てほら、チャンス。そう、一応そのコメント来た件に関しては、うん、鳥山の言ったエピソードは別にその森なしの本当なんでしょう。うん、森なしの本当だよね、チャンス。ピエロサービスパフォーマンスチャンスなんだよ。いやそれ気にしてたらもう、いや本物来た崩壊選挙弱すぎる。いや、そんなニータなんかめちゃくちゃあるだろ。いや全然、俺とかめっちゃ言われるよ、それ。俺も嫌だ。高崎なんかいじられやすいしさ、めっちゃ言われるよ。マジきついな、マジきつい。何これはまずい、これ意味が分かんないって、意味が分かんないって、これはごめん、この金マジで意味分かんないって。ごめんないがしろしてない。いや、ないがしろしてないって。俺パフォーマンスなんですよ。いや、分かってる。俺も別に大丈夫だって。終わったわ。ちょっと、ごめん、ちょっと俺も話し方がちょっと下手だったから。いや。パフォーマンス、信じてください、高すぎる。いや、分かってる。俺たちは分かってるから。それに対して、その、そっち側のさ、うん、あの方で、こっちもこう捉えたら寒いじゃん。でしょ。いや、もう寒いことしてくれ。それに対して、実際そんなこと思ってないだろうとか、だるいだろ、いちいち。やってくれ。いや、まあ、マジで、高すぎ、やらない。マジで意味わかんない。この金マジで意味わかんない。いや、いいって。いや、マジで。嬉しくないっすよ。そう。嬉しくない。置いとこ。何これ、縁切りの金。縁切りだとしたら、お前ら1000円だった。いつまでも行けない。あ、これからもよろしくの1000円。怖い、さらに怖い。ジャンスにクレームあるわ、今俺。ここに来て。いや、マジでね、社長ムーブみたいなめっちゃね、SNS 上げんのよ。上げてんの分かる？確かに見てる、なんか、この前もなんか、ポップアップストアの打ち上げかなんかした時で、なんか社長が全額出してたみたいな。そうそうそう。いや、なんかその、やってくれるのは別に嬉しいんだけど。その俺別にまあ、それあれは全額払ったけど、うんうん、旅行とか行った時もさ、ね、なんか全額出したみたいな。俺出してないのよ、全額。あ、そうなの。そう、なんかで、俺別にそのなんかお金持ってるとも思われたくないから、言わないでくれっつってんの。まあそうだね。でもなんかジャンスの方が逆にちょっと逆切れみたいな感じで、いや、あのニートでお金持ってるスタンスなのキモいからやらせてくれっつって、やらあれだ。お前はやらせやるんだ。パフォーマンスうるせえって。パフォーマンスさしてもらおう。女性に返してもらおう。いや、全然いいよ、俺たちも受け取る気はないけど。ピエロ大丈夫だって、パフォーマンス大丈夫だって。うわぁ、マジ…いや、弱っちいよ。本当にすみませんでした。魔法じゃねえのか。魔法じゃねえのか。パフォーマンスだろ。パフォーマンスだから別に謝ったらガチになるぞ。パフォーマンスこれはパフォーマンスだ。これはパフォーマンス。もう分かんねえって。逆に一番プロだな、お前。やめてくれ。プロすぎる。マジ分かんない。プロすぎるって、お前。
いや信じてください、何もしてないで信じてください、別に大丈夫だって信じてください、全員が敵に見えてるみたいなこと、いや違う違う、全員に好かれたかった傲慢ですね、それはありえないからな、うん、そのてかパフォーマンスなかったらさダメージなくない、いやないな、ネタはないんだよだって、ね、ネタでボケてさ、あの人なんか舞台上でずっと変なこと言ってんのって言われてるもんじゃん、いやいや俺ひょい憑依型な、ややこしいな、パフォーマンスで憑依型な嘘ついてるんだややこしすぎるって、まあ、マジきてその芸風もう喋れないです、僕喋れないです僕も喋れないです、あでらそのスタイル、あのミルクを注ぐ女のスタイル、マジきても絵画のパフォーマンスなんだけどなダリーこいつ叩くのだるくなるな逆にね、何やってもパフォーマンスって言われる、僕はピエロなんですその叩きたくても叩かなくなるわ、すいませんでした、そのうちんちでさ別におしっこすんのはいいんだけどさ、ドア開けてしないでいやそう何回も言すごい聞こえるよ、ね、そうしもちゃんも嫌がってたから やっちゃダメ、ジョーだもんパフォーマンスです、パフォーマンスです、じゃ音聞こえてます、動画回ってません、あの時パフォーマンスなんです、パフォーマンス何なんだよ、ね、これ笑わせたいんです、あれプライベートだもんな完全にあなた笑わせたいです、お前放尿音で笑うかよ受けゼロだろ毎回聞いた、高崎は知ってるか、うん、あのジャンスがその出会い系の人と会うとき、うん、名前ユウスケで会ってて、いやそうなので風俗予約するとき、うん、高崎ユウスケで予約してるマジでえ今それやってんのダメそれ知ってるダメよジャンスなんかさ行った施設でさ、うん、対応悪かったらさ、うん、高崎ユウスケで悪評書いてるらしいパフォーマンス、それパフォーマンス、パフォーマンス、教習所でしょ、どっかの教習所で高崎裕介で教官がダメだったみたいな書いたんでしょ、パフォーマンスなんで、それパフォーマンスなの、笑わせたいんです、それもうそれ笑わなくない、その俺に報告しなかったらもうただのだからただのやつ、そうパフォーマンスでもなんでもないからそれやったら信じてくださいこの愛こそ俺だけどそれはこれもらいます、高崎ゆうすけさん、それもこれもらいます、これはパフォーマンスパフォーマンスピエロピエロまあでもよかったね、なんかそのこうやって話して、いや確かにジャンスもなんか元気になったから、よかったよかった、ちょろいね、うん、でもその半年間こもるとかそういうことはやんないでね、うん、めんどくさいからこもらないで、そうで、お待たせってまた、うん、お前らしかいないお前らしかいないみたいなスタンスではないんだよな、もうそうなんだ、もう変わった、あれでもね、復活した時はなんかお前らしかいないって言ってたよお前らだけいればいいとかしたのに、もう変わった、もう全員に好かれたいになっちゃった他の人に嫌われてもお前らが好きでいてくれればよったけど、もう今なんなら俺たちよりなんかね、そうそうそう、お客さんたちに好かれたいんだ、こんだけフォローしても意味ないぐらい、そうだね、そんないい全員信じがたい全パフォーマンス信じてください、マジきついわ、ジャンスがちょっとへこんじゃってるわ、どうした、 YouTube のコメントで説教くらって、うん、調子乗んなみたいに来てます、マジでした、パフォーマンスなんです、いやもうそれしか言えない体になっちゃってるから、全然パフォーマンスなんです、全然ピンとこないけど何かあったらパフォーマンスなんです、信じてください、どうぞ、いやもういや信じてくれ、ありがとう、本当にやられてる時の顔してるもんね、相当あったでしょ、だいや大したことない、本当にマジで大したことない、大したことないんだよ、そうそう、いやいや、あるある、すごっ、生配信でジャンスのエピソードトークめっちゃ切って、ジャンスのエピソードって結構だらしない系じゃん、うん、そうだね、でダメだなジャンスはみたいなコメントが3件来て、うん、それでこうなってるパフォーマンスなんです、それでこの顔できるのすごいやめてください、言い方言ってください